チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日もきちんと学ぼうユダヤと世界史、内藤陽介先生とともにお届けしたいと思います。内藤先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。視聴者からですね、はい、どっしり座れっていうふうにクレームが来たんで、はい、どっしりっぽく座ってみたんですけど、どっしりしてますかね。ああ、別に。ありがとうございます。内藤先生もなんか庭前からあの和服で、そうですね、もう気軽に着れる和服の方ということですね。まあ、気軽にというか、一応まあ季節っぽく的に、はい、あんまり暑くならない程度に着てまいりました。はい、まあ、配信は9月ですけれども、そうです、収録日は8月31日という、ね、ことで、全く本編と関係がない無駄話で、はい、1分相変わらずついてました。申し訳ございません。全て私の責任でございます。倉山富市でございます、ね、はい、ということでですね、今日はですね、オスマン帝国の隊長とユダヤ人ということで、あの、まあ、17世紀の話がここのところついてますけれども、う、ね、ハプスブルク・ブリテンときた、もうね、当時最大の帝国であるオスマン帝国をね、あの、言わないわけはいくまいということで、はい。で、よくですね、まあ、これユダヤ人がその、まあ、イスラム世界ではその比較、あの、キリスト教世界に比べて、あの、差別はされなかったとか、オスマン帝国が絶頂期でどうしてこうしたってことを言われる方が多いんですけれども、あの、もちろんそれはそれで正しいんです。ただ、あの、オスマン帝国といっても、あの、かなりスパンが長いもんですから、うん、あの、その最初のやっぱり、あの、勢いがあった時代とだんだん衰退していく時代というのはやっぱりだいぶフェーズが違ってくるという、うん、で、その、あの、オスマン帝国がだいぶ、あの、傾き始め、まだヨーロッパに比べればだいぶ強いんですけれども、うん、17世紀になってくるとだいぶ、あの、傾き始めて、いわゆるその帝国の中のユダヤ人と言われている人たち の、 あの、状況もだいぶちょっとずつ変わってきたよと、うん、で、あの、前回前々回でお話ししましたけれども、あの、ヨーロッパの方で、あの、ユダヤ人をその受け入れる土壌が出てきたんで、オスマン帝国の中から、あの、そちらの方に移住するといいますか、流出していくユダヤ系 の、 その商人たちというのがいっぱい出てくるわけですけれども、あの、そのもう一つの背景には、オスマン帝国自体がだいぶよたってきたということがあります。で、一つにはやっぱり、あの、スルタンというのは、これが、あの、オスマン帝国の、まあ、国家元首に相当する地位の人ですけれども、このスルタンの跡目争いをめぐって、あの、抗争が頻発します。それから、あの、ベネチアとの、あの、抗争というのが起こるんですね。で、これで、あの、軍事的には、あの、オスマン帝国ベネチアを圧勝するんですけれども、うん、あの、ベネチアがやっぱり経済制裁なんかしますんで、貿易なんか、あの、入ってこなくなったりして、やっぱりそれは、あの、それなりに彼らにとってもダメージがあるんです。それからウィーン包囲がこれ失敗します。で、さらに、あの、初期の段階ではオスマン帝国の側が勝ってるんですけれども、うん、あの、1676年以降ですね、あの、いわゆるロト戦争と言われているのは、これ第何次って本当に数えるとわけわかんなくなるんです。11回とか19回とかいろんな説がありますけど、小ジレイヤ入れた無限大ですもんね。無限大になりますよね。で、それがいよいよ始まりでします。そうするとやっぱり国境の辺が、あの、ガタガタしだすと、これはやっぱり落ち着かなくなってくるわけです。うん、で、そして、あの、ヨーロッパ遠征の形で1699年に、あの、カルロヴィッツ和訳、カルロヴィッツ条約というのが結ばれると、うん、で、ここで、まあ、この時初めてオスマン帝国が、まあ、負けるわけですね、うん、領土削減されて、うん、で、その東ヨーロッパの覇権が徐々に、あの、ハプスブルクに移っていくという、まあ、これがざっくり、あの、世界史の教科書的な形になりますが、こういう形で、あの、そろそろオスマン帝国も、あの、陰りが見え始めたよねと。うん、で、それに対してヨーロッパの方が少し、あの、商売やったり投資をするにはいいんじゃないのかという人たちが、例えばオランダだとかイタリアに、その、徐々に出ていったというのが、まあ、あの、そのバックグラウンドにあるんです。で、ところが、あの、この中でこうした混乱の中で、まあ、これはちょっと話が面白いんで持ってきたという面があるんですけれども、シャブダイツリーというわけわかんない親父が出てくるんですね、うん、で、この人何に出てくるかといいますと、1648年というのは、これが、例 の、 30年戦争が終わった年であり、あの、ウクライナで の、 あの、大虐殺のあった、あの、5万人のうち2万人殺しちゃったっていう、4割殺しちゃったっていう、はい、あの年なわけですよ。で、言ってみれば、あの、世界大混乱の時代ですから、うん、あの、いわゆるユダヤ教徒の間でもメシアが出現するんじゃないかと噂が出たわけですね、はい、要するに、あの、平安時代末期の末法思想と一緒ですよ。あ、なるほど、はい。で、この年はメシアが、そろそろいよいよ世界の終末になってメシアが出るに違いないと、うん、で、ところが、あの、ご案内の通り、あの、それから600年以上世界続いてる、500年以上続いてるわけで、うん、あの、全然終末でも何でもないわけです、うん、メシアも現れなかったわけです、うん、そうするとですね、メシアが現れないと、ああよかったとか、そんなもんかと思うのが普通の人間なわけですが、うん、俺がメシアだって言い出すやつが出てくるんですね。すごいですね。メシアが現れない、実は俺がメシアなんだと、はい、神のお告げ聞いちゃったという
文字通り電波系の人が出てくるわけですよ、うん、本当の電波ですよね。なんか受信しちゃうんですよね。受信しちゃった人です、うん、でそれがシャブダイ・ツビーという人、そうなんですね、うん、でこの人はそういうわけでなんかわけわかんないユダヤ教徒のラビから始まったということになってるんですけれども、うん、なんか変な儀式やったりですね、人集めてなんかいろんなことやってるもんですから、結局ユダヤ教会から破門されるわけです、はい、でところがこういう人っていうのは破門とかって逆効果なんですよね。なるほど、前科ついたら喜んじゃうみたいな。そうで、それで各地をいろいろ回るわけです。でその過程で神秘主義者でガザって今 の, イスラエルとパレスチナの揉めてるガザ地区のガザの出身ナタンという神秘主義者がいたんですけれども、うん、でまあ、この神秘主義者と言われている人たちも神秘主義ってのは必ずしも変なことばっかりやってるわけじゃないんですが、ただまあ変な人も多いわけです。つまりこれはユダヤ教もそうですし、イスラムでもそうですし、まあ、仏教の神秘主義ってある種禅がそれが類だと思い、それに類すると思いますけれども、要はテキストを読んだり解説をしたりするんじゃなくて、直接神とかそういったものとそのコンタクトをするために、例えば断食をしたり厳しい修行をしたりすることで自我を滅却しちゃう、自己を消滅させちゃうというふうな、そういった修行をしている人たちなもんですから、やっぱりちょっとその普通 その世の中全体から言うとですね、やっぱりちょっとかっ飛んだ人が時々出てくるわけです、はい、ライフスペースみたいな、そう、はい、私はやってないみたいなそんな感じで、はい、で、でそのガザのナタンなんかも、これがやっぱりこのシャブタイ・ツビーとやっぱりこう電波がシンクロしちゃったわけですよ。なるほど、はい、でこれでいろんなとこ行って、イスタンブールとかカイロだとかサロニカ、テサロニキですね、それからエルサレムなんかでその信者をどんどん拡大していくわけです。でそのこうやってその自分たちに言ってればその世界の終末になっても、いよいよそのシャブタイ・ツビー先生が連れて行ってノアの箱舟よろしくその救済の地へ向かうんだみたいなことを言って煽りに煽るわけです、はい、で寄せばいいのに、1666年こそが、まあ、要するに1665年に行ってますから、はい、来年が救済の年だというふうなことを、もうちょっと後にしとけ、収まりつかなくなっちゃったんでしょうね、はい、人がいっぱい集まっちゃって、あでそれで例えばエルサレムなんかにも不安になってユダヤ教徒がいっぱい集まってきちゃうんですよ、うん、それで、66年になりましたと、はい、どうするかと、でここでですね、この調子ぶっこいてる電波兄ちゃんはですね、うん、スルタンにですね、お前退位しろと、俺が代わりにその王になるみたいなこと言い出すわけですよ、はい、もうまさに電波キュンキュンなわけですよね、はい、で当然相手にされなくて、はい、でそれどころか逮捕されちゃうわけです、まあ、当たり前ですよね、はい、で逮捕されてここでですね、潔く死ねばいいんですけれども、はい、お前逮捕されてそんなもう邪教はやめろと、はい、イスラムに改宗したら許してやると言われて、はい、どうしたかと、改宗しちゃうんですよ。本当のライフスペースじゃないですか。本当のダメだ。顔が高橋グルー見えてきた通説だとか言いながら、ね、この人ひげがなかったら相当貧相ですよ。だから宗教家って朝原翔子もそうですけど、ひげがないと貧相な顔の人多いですよね。多いですよね。ね、うん、私もだからひげ剃ると童顔でなんか可愛くなる。いや今でも童顔ですよ。あ、そうですか。十分童顔だと思いますけど、はい、それで結局、まあ、そういうことやっちゃったもんですから、まあ、この後もそのガザのナタンという人なんかはですね、シャブタイはこれあえて殺されたら意味がないから偽装転校なんだと、うん、でまだ本当のその真意はまだ彼は隠れてるとかって、まあ、わらがきをし続けるんですけど、どっかで聞いた麻生さんは本音は増税反対だな、そう一緒ですね、麻生さん本音は増税反対なんだって、立ち場所入ってるだけなんだって、どっかで聞いたな。なんかそれを批判したらいかないか、はい、でそれで、まあ、まさにそういうことはいるんですが、ただまあそんなことやってるもんですから、オスマン帝国の中でなやユダヤにしょうもないよねみたいな話がなんとなく空気が出始めるんですね、うん、でこれがやっぱオスマン帝国が絶頂期であればしょうもないな母がで済むんですけど、うん、なんとなくやっぱり世の中下り坂になってきますから、うん、社会全体が、まあ、どちらかというと保守化してくるといいますか、うん、硬い方に行ってくると、うん、でそういった中でトルコ人がいわゆるアラブ系をそのまま軽蔑すると、うん、まあ、これも、まあ、イスラム文化の中でこれと、まあ、怒る人いると思うんですけれども、いわゆるそのイスラムの古典的な文化というふうな中でアラブ系の人ってほとんど役に立ってないんですよね。ごほごほごほ、はい、やっぱりトルコ人とペルシャ人が作ったのはイスラム古典的な文化であったり建築だったりということで、アラビアの人ってのはそういう意味では文化的に残る仕事をした人って極めて少ない。内藤先生結構積み込みですねわけですが、はい、私よく知らないんで、まあ、そうするとだからもともとそういう意味ではトルコ人とかペルシャ人ってアラビア人ってバカにしてるわけですよ、うん、ああなるほど、うん、
あいつらだからまあアラビア語はコーランの言語ではあるけれども、うんまあ、やっぱり働かないしいい加減だしダメダメだよねみたいなイメージがあったのがやっぱり世の中傾いてくるとそれが表に出てくる。よく聞くのはトルコは日本人に近くてペルシャは中国人に近くてアラブは韓国人に近い。まあ、あのそれ以上言うとねヘイトスピーチだって怒られると嫌なので。いやもう十分踏み込んでますから一緒に乗ったんですよ私も、はい、私は人が言ってる話を紹介しているだけですが、まあはい、あのまあイメージとして言うとまあ、それ近いかな、うん、まあそれ以下かもしれないな。いやそれは内藤先生個人の発言ですからね、はい、今のは知りませんよはい、はい、それ以下って何があれか分かんないですけどまあいいやすいません、あの不適切な発言ある人でとも失礼いたしました。でとにかくそれでまあアラブ系の人たちがやっぱりバカにされるということが出てくるわけですよ、うん、でそうすると彼らはやっぱりバカにされて、そうするとですねイスラム世界 の, あの特にそのアラブ系の人たちの発想 の, あの病理の一つがあのより弱い方にその傘にかかっていくという、うん、あのふうな構造がありますので、より弱いやつにあの矛先が向いちゃうんです。うん、そうすると例えばその異教徒である、まあ、ゼミという形で の, その例えばキリスト教徒であったりユダヤ人であるユダヤ教徒であったりように、うん、ある種その蔑視をするという。でそこであのいわゆるそのイスラム世界ではその差別もなくて平等みたいなことをうわーというふうにあの言うあの割とそのイスラム美意気の人たちというのは多いんですけれども、そんな綺麗事ではなくって、だんだんやっぱりそういうほころびがあのこの頃ぐらいからオスマン帝国の中でも出てきましたよという、うんはい、そういったお話で。なるほど。いやこれはもう書籍化の際はもうシャブタイツビー一代記になると思うんですが、大変なことに気づきました、はい、3話にわたってアスペクト様の名前出しておりませんと申し訳ございません申し訳ございません。倉山富市謝罪をするということで番組を終わらせていただきます来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。